構成元素の種類が多いため化合物の種類も非常に多いっていうところなんですけども、そもそも有機化合物っていうのが何なのかっていうところからスタートですね。一般に言うと炭素を含むもので、大体まあ水素も含むんで、まあ、イメージとしては燃やして水と二酸化炭素が出るものっていう風になります。で、他に使われる元素としては酸素とか窒素とかハロゲンとか、まあ、あの限られた元素だけですね。基本的に使う元素の種類は少ないっていう風になってきます。ただし原子の組み合わせ方により化合物の種類は非常に多くなるっていう風になってきます。選択肢的には前半部分だけは間違いで、後半部分は正解っていう風になるので、正誤判定では5っていう風になります。で、次の選択肢なんですが、分子式が同じでも構造や性質の異なるものがあるっていうところですね。で、有機化合物の表し方自体がいくつかありますんで、今回は高校で主に使う4つの式を説明しようと思います。で、今回例にとるのが酢酸で、分子式で言えば C2H4 の O2、 組成式で言えば CH2 の O、 構造式と指定式はまあこんな感じですね。分子式であれば各元素の種類と数が分かるように表記して、組成式になると数の部分の比を取ってその値が小さくなるように表記をします。構造式と指定式が有機特有の書き方で、構造式の方はいわゆる仮表、翼底なんていう風に表される棒を書いてその付き方を表記していきます。指定式になると仮表を使わずに1行になるように書いていって、その順番によって配置が分かるように表記をします。それで慣習としてなんですが、酢酸の分子式は本来 C2H4O2 と書かず CH3COOH という風に表記することが多いです。それでこの構造式というのが肝で、 C2H4O2 でも左に書いた酢酸と右に書いた偽酸メチルという風に酸性と中性というような形で完全に性質の異なる物質が書けます。なのでこれに関しては正という風になります。次に一般に融点や沸点が高く可燃物が多いという風な点なんですが、融点と沸点の決め方というのが結合の強さで決まります。で、一般に共有結合、イオン結合、金属結合の順番で小さくなって、さらにそれより小さいのが分子間力で、この分子間力の中に水素結合とファンデルワールズ力があるという風な形です。で、高分子じゃないような有機化合物なんで、今使っているような有機化合物っていうのは基本的に全部分子ですね。そうすると分子間力が主に融点と沸点を決めることになるので、一般に融点と沸点が低いというふうになります。で、この融点と沸点という考え方なんですけども、一つ一つの粒子が互いを引く力が大きいほど、粒子がバラバラになりにくく、融点沸点が高いというふうに考えていきます。で、余談ですが、一応基本的にここ可燃物は多いです。まあ、プロパンガスがね、可燃物なんで、そこから判断してください。というわけで、この選択肢も5というふうになります。最後になるんですけども、分子からなる物質が多く、水に溶けやすいが有機溶媒には溶けにくいというふうな点ですけど、まあ、分子の点はね、このところで説明しています。で、一般に極性分子であったりとか、イオン性物質であれば、極性溶媒、まあ主に水ですね、に溶けます。で、無極性分子になると、無極性溶媒。で、これが有機溶媒ですね。そこに溶けます。で、有機化合物っていうのは主に極性が低いのが多いです。なので、無極性っていうことですね。なので、水に溶けにくく、有機溶媒に溶けやすいので、これも5というふうになります。Joy.